バニラスカイ。女の子ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してますシンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャようこにお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。では早速1曲目皆さんにお届けしたいんです。夏といえばこの曲を一緒にライブやイベントでタオルフリフリして盛り上がりたいんですけれども、今年もなかなかそういうわけにはいきそうにありませんね。なのでラジオ越しにもタオルフリフリして楽しみましょう。お聴きください、ラブ。Falling in love with you 恋をして
それでは今夜もメッセージリクエストいただきましたのでお読みしたいと思います。ようこさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。あなたのカズさんがまたまたお便りしました。早速ですが、今回のリクエストは愛実をお願いします。ステイホームがまだまだ続く中、最近主人は園芸、私は台所やリビングの模様替えに凝っていて、地元の100円ショップでいろいろ揃えたりしていたのですが、それでも足りないと先日久しぶりに鹿児島市内の大きな100円ショップまで出かけました。その帰り道に、これまた久しぶりに銀座通りのお店でランチをした時に、お店の窓から野外ビジョンというのでしょうか、大きなテレビみたいなモニターにいろんなお店の紹介や天文館の行事の画像の後に、なんと陽子さんの愛実のプロモーションビデオが流れていました。この映像は陽子さんのオフィシャルサイトにもアップされていますね。おしゃれなバーでピアノの弾き語りをしながら歌っているみたいな雰囲気があり、とても素敵でした。これまた久しぶりに見た映像でとても懐かしかったです。食事をしたお店は消毒液はもちろんのこと、各テーブルごとにパーテーションがあり、窓を開けて換気もバッチリ。おかげで安心して外食できて、とても満足して帰りました。以前はそのお店でライブも聞きに行っていました。早く安心してあちこちライブに行けるようになるといいですね。またたわいない話をしてしまいました。梅雨明けはまだかな。まだまだ暑い日が続きますが、陽子さんもスタッフの皆さんも体調に気をつけてお過ごしくださいね。ではごきげんよう。あなたのカズさん、ありがとうございます。ねえ、嬉しいですね。見てくださったんですね。もう2年以上ですよね。鹿児島の繁華街天文館にあります銀座通りというところはね、まだここもあのメインストリートではありますね。それでね、あのその天文館の銀座通りにあるまだ有名なメガネ屋さん、光学堂さんのビジョンがあるんですよ。大きなモニターがありまして、そこでね、いろんな企業さんの CM とかもあるんですけれども、ヨコのミュージックビデオも何曲か流してくださっててね、もう2年経つその間にいろんな方からね、通った時にヨコちゃんが歌ってたって言ってね、喜びのメッセージやお声をねいただくんですけれども、まだね、今回もそういう風に喜んでいただけて、ヨコ自身も嬉しいですね。流していただくことが決まった時もめちゃくちゃ嬉しかったんだけど、その後にね、いろんな方からね、ヨコよかったねって言って、私のことのように、もうみんなね、本当にね、いい人ばっかりよね。いつもいつもありがとうございます。それではカズさんよりリクエストいただきました、ヨコの愛実お聞きください。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑真綿のような何も知らない、その肌は誰も愛して息を一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるな。数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたき一つほんの一瞬で光り続ける
る光り続けてくこの胸の中にずっとこの胸の中にずっと愛実いかがでしたか。この曲はね、私の中ではきちんとしたコンセプトのもと歌詞を書いておりますが、皆さんにとって受け止め方は自由ですのでね、いろんな解釈で受け止めていただけたら。そしてこの曲の魅力は、まあ私の中のね、この曲のガイドみたいなことを言ってるんでね、一概に皆さんにはちょっと違うんじゃないって思われるかもしれませんが、私的にはね、どの年齢であっても、そしていつの自分であってもね、当てはまるタイミングがあるんじゃないかなと思っております。例えば悲しい時、例えば苦しい時、そして例えばハッピーな時、とても感謝したい時、嬉しい時、いろんなね場面、そして年齢も若い時、年を重ねた時、そして他の方に勧めたくなった時、なんかね、この曲だけは時代年代問わないなーって勝手にそう思ってるんですけれどもね。特に子供たちがね、子守歌にしてくれたりするんでね愛実聞きながらうちの子出ますとかね、一人じゃないんですよ。だからね、なんていうのかな、あったかい曲をね、これからも作っていけたらなって思ってるんだけど、ようこもまだまだ修行中なのでね、皆さん、先週もお伝えしましたが、引き続き私のお尻を叩いて、もう早く次の曲聴きたいから新曲早く出してよみたいな感じでね、陽子に制作意欲を与えてください。お願いいたします。それでは今週もコーナー行きましょう。ハピモノ、ハピモノの時間でございます。今日はですね、皆さん昨日何の日だったか覚えてますか。そう、七夕でございます。今日紹介するハピモノはハピコトになりますけれども、七夕に飾った私の短冊でございます。私たち家族はですね、毎年七夕になりますと短冊を書くんですけれども、どこに飾るかと言いますと、リビングと言っていいんでしょうかね、リビングにありますシャンデリアに飾りますもうね、面白いよ、あのねごめん、ちょっとラジオ越しに笑ってでもね、こう面白さが伝わらないんだけど、シャンデリアに笹ではなくね、あのシャンデリアにきちんと願い事、もう本気の願い事が書かれた短冊が飾ってあるっていうのがね、もう毎年この夏の恒例になりつつありますが、みんなガチで書くんですよ。でね、私もね、あの織姫と彦星がちゃんと会えますようにみたいなことを書いてみたりとか、うちの娘がね、自分の夢や、大事なことに対して努力することがね、でき続けますようにみたいなことを書いてるんですけれども、もう一つはね、あのお前は子供かみたいなこともね、ちょっと書いてみました。もうそれはね、あの皆さんどうでもいいと思いますんで、それはそれでいいんですけれども、そういうね、なんか行事をね、家族で楽しむことがね、いつまでできるのかなって思うとね、ずっとしていたいことなんですけれども、もうね、コロナ禍の影響をいっぱい受けてる中に、いつもしたかったことがね、できるっていうね、いい面もあるんですよ。だからね、こういう平日にあるような行事とか土日祝日の行事をね、時間関係なくね、もううちではこの2年間は楽しめてますのでね、それに対しては、まあ、ありがとうかなと思います。皆さん、七夕昨日でしたけれども、来年まで、まあ、あと1年ありますが、とはいえ昨日も今日も一緒じゃんという感じでね、ぜひ短冊作ってみてください。もうね、みんなの願いはね、世界平和を願うようにね、そういうハッピーな願い事だったらね、必ず叶うと思います。努力はまあ自分次第なんですけれども、誰かを思っての努力なんてね、誰かの他力本願みたいなね、言葉の使い方違うけど、人のことになるとみんな力を発揮するものだと思いますのでね、なのでぜひ昨日短冊書いてない方、今夜中に書いてみてください。みんなのハッピーを陽子は今年も願っております。夏といえばですね、子供たちも部活が忙しくなりますよね。去年お世話になりました永田中学校音楽部も、今コンクールに向けて合唱や吹奏楽頑張っている真っ只中でございます。
その永田中学校音楽部と一緒に歌ったキス&ハグを今夜は皆さんにお届けしたいと思います。彼女たち彼らのとても素敵な歌声と、そして陽子のね、伝えたかったメッセージ皆さんに届きますようにお聞きください。キス&ハグ。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。いらっしゃいませ。お久しぶり。お久しぶりです。早速ですが、七夕何書きました？お願い事。いや、多分言ったら叶わないので。あ、そうなの？はい。あ、そうなんだ。言ったら叶わないんだね。多分さっき言っちゃった。めっちゃ大きな声でラジオ越しに。え？ちなみにさ、あの、もしみんなが聞いてないとして、うん、ママたち聞いてないから言ってみてください、うん。いやお願い事知りたいな。いやー、いや、決まってないんですけど。あ、そうなの？決まってないんですけどって言った。今ここでパッて思いついて、昨日書いたことは言えないから、来年書こうかなみたいなこと。はい。思いつかないのね。はい。あ、そっか。テストで100点取りたいとか、そんなことを。あー、それで。それでお願いします。だから実際の夢を叶えてほしいことは言っちゃいけないっていうことも、まあ、そういう言い伝えもあるんだね。多分七夕だと思うんですけど。そっかそっか。何だったかな。まあ、皆さんね、あの、ぜひみんなに、あの、昨日書いてない人は1日経っても関係ないよって、ぜひ願い事書くべきだよってさっき言っちゃったんでね、ぜひ皆さんも考えてみてください。そして陽子みたいに言わないようにね叶うように言っちゃいけないってことなんでね、本当か嘘か知りませんけれども、まあね、とにかく自分自身が努力することが一番ですからね、叶えるためにね。応援してますよ。でも、うん、でも、あの、なんだっけ、何何
流れ星が流れた時に3回言うって言うんですけど、言えないじゃないですか。あ、うん、だから頭の中でふんふんふんっていう願い事なのね。うん、なんかそれだったら叶うんじゃないかなっていう話をしてた記憶があって、多分言わない方がいいってなんか自分で思ったのかなって。なるほどね、自分で作っちゃったかもしれないのね、うん、それね、いや言えないことだってあるじゃないですか。まあそうね、中学校2年生でね。でさっきさ、あの皆さんにシャンデリアにうちの短冊は飾ってますって言ったけど、飾ってます。まあ見られるのはいいのかな、言ったらいけないのかな。いやそんなたくさんの人に聞かれるのはちょっと、まあ、うん、そうね、まあだから何て言ったんですか。ちゃんとあの遡って聞いてくださいね、オンエアを楽しみに、はい、では皆さん、ぜひこんな親子でございますけれどもね、うん、こんな親子で思い出したけれども、うちのお母さんは、まあ、シノのおばあちゃんよね、はね、はい、流れ星に何をお願いするって言った時に金金金ってすぐ叶う、金金金金金金ってせめて言ってほしかったけど面白いでしょ。ちっちゃい時にそれ聞いて、お母さん夢も何もないわって思ったけどでも金金金って言ったらなんかいろんな金があるから、まあ優しいね、孫ね、孫優しいけどね、いまだにうちのお母さんは流れ星何って言ったらやっぱり金金金ブレない、うちの母はブレませんね。だからね、うん、まあ私たちもねその遺伝子を受け継いでブレない女ということでいいとは思うんですけれども、まあある意味ね、私たちはどんどん頑固になってるでしょうね、世代を超えてね、はい、まあだけど大事ですからね、そのブレない意志、頑固であるっていう守り抜く強さみたいなところはね、まあ、それにしてもうちのお母さん他に何かお願い事決まったかなってちょっと聞いてみたくなりましたね、はい、そう面白いよね。各家庭でさ、いろんな遺伝子あると思うんですけれども、面白いといえばね、しーちゃん水泳どうなの。あーはあはあはあって笑ってますよ。そこは触れないでください、触れないでほしいって、うん、どういうことって感じですけれども、いや去年までの水泳は、うんうん、クロールも多分平泳ぎも泳げてたんですよ、うんうんうん、でなんかやりたくなくて、うん、水泳の授業をね、水泳を4回休んで、うんうん、で昨日おととい休んでとか言っちゃった、ここカットでお願いします。なんでですか。休んでとかって体調が悪くてなんだけどね、わざとじゃないんだけどね、はい、なんか、はい、いかにもさ、なんかわざと休んだみたいになって、だからね、わざとじゃないんです、うん、そうそう、ちょっと心細くて、ま、とにかくあの体調が悪かったんですけど、そうそうそう、できなくて、で昨日久しぶりにしたところ、うん、あの泳げなかったっていう話よね、はい、まあね、もう息継ぎの仕方を忘れちゃってでもさしーちゃん、あのもしものことを考えると何かかしらこう人を浮く方法を覚えておかないといけないらしいから、うん、まあ、引き続き水泳の授業はね頑張ってください。頑張ります、はい、頑張ってください。でもね、最後になりましたが、今夜も皆さん素敵な音時間ご一緒してくださりありがとうございました。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。久々の登場しーちゃん、しかも途中からありがとうございます。ありがとうございました。夏は忙しそうですね。はい、青春真っ只中頑張ってね。頑張りますなんかすんごい古臭いよね、青春真っ只中、うん、でもね青春だよ、毎日見てるけど汗ったらったらでさ、あ、女の子だからいい匂いなんだけど、臭くはないけどさ、もう汗臭そうじゃんそうですね洗濯物もさ、うるさいんですよ、うるさいうるさい言われました、うん、ちょっとおひつこいんですけど、おひつこい、まあね、はい、大好きだもん、しーちゃんのことが。ありがとうございます。何その嬉しくなさそうほら、はい、でもあんたもいつも母ちゃん母ちゃんって言ってさ、おかけてくるじゃん。あ、おかけろって言われるから、おかラジオの前だけ反抗期と何それおかけろって言われるから。私たちね、クレヨンしんちゃん大好きなんですけれども、しんちゃんがさいつも母ちゃん母ちゃん言うじゃん。ある日突然、お母さんママって母ちゃんって言っていい？いいよって言った瞬間から母ちゃん母ちゃんやね。別にしんちゃんの影響っていうかではないの、ではないんですね。なんか言いやすかったから、母ちゃんは、うん、母ちゃん母ちゃんって言ってくるんです。なんかわざとっぽく最初母ちゃん母ちゃん言ってたら、うんうん、
なんかそれで面白くなって、もう母ちゃんでいいんじゃないかなって思って、うん、この間友達の前でも母ちゃん、母ちゃんって言ってみんな母ちゃん、母ちゃんって真似してたよね、うん、あとさ、めっちゃ美味しいっていうの真似されるのね、よくね食べるのがさ、言ってるじゃん、めっちゃ美味しいって言って真似されててさ、みんなに愛されてますよね。だってなんかよくそうそう食べるのが美味しそうでさ、作りがいあるもん、シノ。よかった。よかったね。では皆さんにとってもこの1週間めちゃくちゃハッピーでありますようにね。はい。では一緒にバイバイハッピー。